小さい芸術。片山広子。昔の世では、あずまから京へ、京からつくしの果てへと、手紙を書いたり、書かれたりすることが、非常に珍しいことであり、また、一生のうちのいくつかに数えられる喜びでもあったろうと思う。その時代の人々の、 静かな余裕ある心では、その手紙のために、たくさんの時間と、真心と、技巧をも与えることができた。彼らは手紙によって、多くを与え、多くを受けることができたのである。あの鎌倉の月影がやつの小さな家で手紙を書いていた阿武継などは、 今の私どもが訪問したり、食べたり、買い物したり、自動車と電車に乗ったりするすべての時間をことごとく手紙を書くことと子供らのための祈りとに費やしたのではないかとさえ思われる。確かに昔の手紙は立派な一つの芸術であり、またいかなる尊い贈り物にも増して、 礼と愛との表現に力あるものであったろうと思われる。現代の私どもはむやみと忙しい。私どもは美しさと静かさからだんだんに遠ざかってきてしまった。手紙を書くということも今の私どもにはさほどの喜びではなくなって、ある時は 煩わしくさえ感じることがある煩わしさを感じたときに書いた手紙がどんな感じを先方の人に伝えるであろうかと思うと顔が赤くなるような気がする私どもの手紙にはあまりに時間と真心とが足りなすぎるしかしどんなに忙しいと言っても 用事の手紙やはがきならば、私どもは一日に何遍書いても少しも恐れない。そういう手紙があるときは面談するよりもずっと雄弁であり、要領を得ていることもある。つまり私どもが忙しい中で書きづらく感じるのは用事のない手紙である。これは多分、 何を書いてよいのか、私どもの落ち着きのない心には、容易に思いつかれないからでもあろう。また、どんな文体で書いてよいかを考えるのも、面倒の一つであろうと思う。今の手紙の文体は、ずいぶんいろいろである。お暗示申し上げております。という丁寧なのもあるし、 どうぞそう言ってください」という学生風なのもあるし「雲かとばかり謝たれし花もいつしか散りて後なく若葉懐かしき頃と愛なりそうらえば」というような大層優しい書きぶりもあるみんな書く人の自由であるからもらった方でも 自分の好きな格好に返事を書いても良いのであろうけれど神経質な人たちはやっぱりそれぞれに書き分けをしなければ気が済まないそれから陰気と墨の書き分けさえもするだからなおさらに億劫に感じるのであろう手紙の文体をもう少し私どもの自由に書ける形に直してほしいように 私はこの頃つくづく考え始めたこの間私はほんのちょっとしたことの問い合わせの手紙をある人に送ったするとその人から返事が来たそれは私が今までもらった友人たちの手紙の中で最も快い明るい感じのするものであった 繰り返して読んでみて、どこがどういうふうに快く響くのか、私にははっきりわからなかった。全文中の4部ほどは、私の問い合わせの返事で、2部は私の知らないある事件の報道であり、2部はある本についての感想で、一部はその人自身のことが書いてあり、あと一部は、 私の気持ちを快くするための親切な技巧であった全体が非常に明快な調子で書かれて日常の会話の通りな自然さが現れていたその人はいつも大変に難しい文を書く人であったので私は余計に驚かされたしかし言葉の技巧を知り尽くした人でなければ それほど自然な平易な手紙は書けないのであろう。ある時、私が某先生のお宅に伺った時、西洋人の手紙の話が出て、西洋の人たちの手紙は、その人たちにとって一つの創作であるから、私は日本で書いているハガキのような手紙を送ることを恥じると言われたことがあった。 その後私はチェホフやスチーブンソンまたヘンリー・ジェームスなどの手紙を読んでみてつくづくその先輩の言の本当であることを感じたチェホフが後に自分の妻とした女優に送ったような手紙を書くには我々の言葉は不自由であるかもしれないヘンリー・ジェームスが その母や友人に書いたような手紙を私どもが自分の友人や子供からもらおうと期待するのは少し欲張りすぎるかもしれないしかしどうかして私どもはもうちっと自由に現代語を使ってもうちっと努力して手紙を書いても良さそうなものである時間がないときは はがきでも結構だと思うただその中に私どもの嘘でない心持ちさえ入れてあれば言葉はなりたけ簡単に言葉の上の技巧は捨てて全体のトーンの上にある苦心をしなければなるまい感傷的の形容詞は捨ててその折々の誠の感情を 言外に表す努力もしなければなるまい。そんな注文を言えば、それは詩を作るよりも、小説を作るよりも、もっと難しいことかもしれないが、とにかく私どもは、もっと良い手紙を、もっと楽に書きたい。手紙によって与え、また与えられたい。それには私どもの 手紙に対する心持ちをもっと新しくしなければなるまい大層古いことを言い出しておかしいがついこのほど私はある必要があったので土佐日記を読んでみたそして私は昔の一管理がどれだけの元気と歓喜を持って初めて我が国分隊の日記を書くという冒険を あえてしたかと考えてみた昔の人は羨ましい私どもは疲れている手紙という小さい芸術の中に力と喜びを感じることができるほどに私どもが若返ることはできないものだろうか物質的の報酬のないところにいささかの努力をも惜しむというほど 私どもはそれほどさもしい心は持っていないつもりである報酬の目的なしに互いに与え与えられる喜びはいつの時代にも特に人類に恵まれたる幸福でなければなるまい私どもの疲れた頭にももう少し手紙について考えてみたいような気がする